多くの地球人たちはこの地上での生活が当たり前と思っています。幾度もこの地上に生まれてきて、この地上での生活に慣れきっているのです。ほとんどの地球人たちは地上での決まり事しか知りません。地球の外のことを知りません。それどころか地球が宇宙の中の一部であることですら認識していません。地球人に対して宇宙人という言い方があります。でも地球は宇宙の中に存在しているのですから、宇宙の一部分です。地球人も宇宙の中の存在なのですから宇宙人なのです。それなのに宇宙人という言い方をして、あたかも地球人は宇宙の中にはいないかのように言っています。ほとんど全ての地球上での決まり事も同様です。地球が宇宙の中に存在している、宇宙の一部分であることを、地球人もまた宇宙の一部分であることを自覚していません。そして多くの地球人は宇宙の決まり事があることに気づいていません。地球と宇宙との結びつきを知らないのです。私たちが感じているこの地上での違和感とは、それが元なのです。この地上での決まり事が当たり前、この地上での世の中が当たり前、この地上の生き方が当たり前と思っている地球人たちは、この地球での生き方しか知らないのです。私たちはこの地球に地球外からやってきた存在です。宇宙の中にはたくさんの星があります。それらの星にはたくさんの命が存在しています。私たちは今までにいろいろな星での人生を体験してきて、そして今この地球に暮らしているのです。そして地球に来たばかりの私たちは知っています。地球は宇宙の一部分であることを。そして地球に来たばかりの私たちは覚えているのです。宇宙には法則があることを。そして私たちは日々感じているのです。地球上での決まり事は宇宙の法則にはかなっていないということを。まだ地球に来たばかりの私たち、地球での体験が少ない私たちにとっては、どうしてと思うことばかりです。そう、私たちは自らのふるさとを覚えているのです。だから星空を見上げるのです。だからどこか遠くの星から来たんだと思っているのです。だからこの地上にいながら、本当の居場所はどこ？と思っているのです。